ちは、ミニギャルのさやかです。坪田先生です。よろしくお願いします。今日はですね、はい、新企画、お題してリアル進路相談室。イエーイ。これは何かというと、先生から説明します、はい、いや僕ね、教育業界で一番問題なのが、僕実は進路相談だと思ってるんですよ。いやマジで、本当そうなんだよ。別に僕学校の先生がダメとかじゃなくて、そういうシステムの問題で、うん、そうだね、学校で育って先生になりましたって、ずっと学校にいますっていう人が進路相談をするって、うん、これどういうことって僕はずっと思ってた。先生もきついよね。きつい、だって分かんない、分かんないから、うん、だから結局模擬試験とかの判定だとかもそうだし、あとイメージね、うん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 、君トヨタ向いてんじゃないとかって言って、多分トヨタ自動車の中身とか絶対知らない知り合いすらいない可能性あるよね、うん、でそれで、いや君向いてるよ向いてないよ、うん、でその影響を子供はめちゃくちゃ受けるわけ、親も、ね、先生にこうやって言われたからそうなんだ、そう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 、うんうん、でそういう相談を僕らは塾の先生が受けることもめちゃめちゃ多いので、うん、実は僕自身、うん、いろんな業界の人と、うん、まあ、仲良くなったりとか、うん、その業界に実際入って仕事するみたいなこととかってのもずっとしてきたんですよね。そうですね。なので、うん、実際、うん、各業界の自流の人をお呼びしてですね、いろいろこう相談してみようという、という企画です、はい、これからシリーズ化してちょくちょくやっていきたいと思いますので、こういう人呼んでとかあったらコメントで、うんうん、ぜひぜひ教えてください、はい、そして記念すべき第1回目のゲスト、はい、お呼びしたいと思います、はい、ですよ、はい、もう今日はお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。憧れのビリギャルチャンネルに出られて嬉しいです。あ、でも私本当に結構2人の、はい、YouTube とか SNS 覗いている、うん、結構 YouTube も見ている。そう、いやなんか学ぶこととか、なんか勉強することとか、いろんなことって、うん、大人になっても大事だから、結構学ぶものが多くてエッセンスをいただいてます。だってりなちゃん本当にずっと学んでて、家庭教師とかたまにやってるよ。あ、そう、いやなんかちょっとすごい話ずれるんですけど、うん、まあ、今35歳になりまして、で受験勉強とかしてた時って、うんうん、もう全然社会も何も知らない十何年前で、それが全く身になってないなと思って、うん、いろいろと世の中を知った今だから習ったら、もうちょっとなんかいろいろ学べるんじゃないかなと思って、っていうので、そう、世界の解像度もうちょっと上げたくって一回習ってみて。解像度をもうちょっと上げたい。なので、私はすごく尊敬してるので、どうやってそこに行き着いたのかとか、その日頃何を気にしながら仕事されてるのかっていうのをちょっとお話聞いてみたいなって思っております。はい、はい、まずですね、まあ、りなちゃんは、まあ、モデルさんとか、いろんなプロダクトの、まあ、PR とか開発までやってるよね。開発もやってる。モイラ、うん、とメネウ、メネウこう、だからこういうのとかを、うん、りなちゃんは生産者さんとか、まあ、ブランドの人たちと作って PR までしてるっていうこともやってます、だからモデルさんじゃないのねだから、まあ、そう、食系もいろいろプロデュースしてメニューの開発だったりとか、へぇーとか、だから何でも屋さんなんです。何でも屋さん、そう、だから好きなものを形にする力がすごくあるなという、うん、私はそのもともと大学生の時から読書モデルから始まって、うん、モデルみたいなことだったり、今みたいに商品作ったりとかもするし、うん、まあ、それこそお二人にゲストで来てもらったラジオをやったりとか、うん、文章書いたりとか、なんか本当にモデルですって言いながら、なんか上手い言葉がないから、あれもこれもこれもしてます、まあ何でもやみたいなものですっていうのが、あったら話してる。そうだね、自己紹介ですかね。まさにそれですね。なんかいろんな側面があって、すごい今っぽいのかなって言えば今っぽい。そうですね、なって。業界的に言うと、うん、どういう業界に近くなってくるんですか。一応メインはファッションとか美容だったりとか、うん、個人的にはやっぱ女性に対して、うん、女の子のおはようからお休みまでの中をもうちょっと豊かにできたらいいなっていうふうに思ってるので、言葉が気になっていうね、おはようから休みまでは豊かに考えたことなかったね。ゆりかごから墓場まで、ね、みたいなね。今思いました。そうそれを今言い方を変えて、おはようからお休みまで、ね、かわいい、すごいんだよな、すごいよね。いや、そうなのよ。実は教育学部卒だよね。はい、教育学部卒です。東京学芸大学っていう、はい、
教育大を出ていて、はい、あの先生になろうと思ってたんです。実はりなちゃんが先生になったら大変なことよ。男子生徒が集中できる大変なこと本当に本当に小学生の時から先生になると思って生きてきて、うん、1年浪人して大学で東京に出てきて、その大学1年生から読者モデルっていう今のお仕事の前になるような、なんかその撮影とかさせてもらうことがあって、うん、で先生になるって決めた時に、うん、いろんな経験をした先生になりたいなと思って、うん、まあ、なんかやっぱそのまま行ってちょっと塾の講師やった人がそのままなってもいいけど、私の場合はすごく世界が狭いのを自覚してたから、うん、それだとなんかやばいなって思ったし、うんうん、あとめちゃくちゃ上がり症で大学1年生の新刊の時に、うん、私自己紹介で何も言えなくて、たくさん人がいると思って、あ、田中里奈ですって言って、それも可愛いけどね一番モテるやつやんな。彼氏がいない、彼氏がいるとは言えって言われてたから、うん、彼氏はいますかって、彼氏はいますみたいな、それしか、うん、もう上がっちゃって、うん、言えなかった自分に、あ、これやばいなと、これは先生になれないから。もともとファッションも好きだったし、うん、おしゃれも大好きだったから、うん、そういう読者モデルをきっかけに、うん、アガリ症も克服しようと思って、うん、プラスいろんなことをした先生になろうと思ったから、大学4年生でできる限りの全てを 100% で頑張ろうと思って。なるほど。だから大学に行きながら、うん、撮影もして、うん、で金銭感覚が狂いたくなかったから、バイトもして居酒屋でやってたんですけど、でゼミにも1年生から入り、でボランティアもして、睡眠時間2、3時間みたいな、めっちゃ多忙だった感じで大学は過ごしてて、で大学4年生まで、うん、本当に先生やる自分をアイデンティティにしてて、で教員採用試験の1週間前に、先生と喋ってた時、教員の先生と喋ってた時に、ふと、あれみたいな、先生になりたいと思っていろんな経験をしてたけど、なんかそことの価値観と今自分が持ってる価値観がちょっとなんかフィットしないかもって気づいたら、すごいね、すごい。もう大学4年生の時って読者モデルとしてもすごくいろんな雑誌に出てて、仕事もすごくいただいてたけど、なんかやっぱでも先生になるっていうのはあくまで私の人生の目的だと思ってたから、迷った自分にびっくりして、グレーっていう言葉が私に存在しなくて、当時は特に。なるほど、白か黒だ白か黒、ゼロか100みたいな、でやっぱり子供と接する仕事だし、100% でやらないとなんかバレちゃう、子供にね、申し訳ないし、っていうので、そこの先生って仕事と向き合ってやらないって決めたら、その途端にもともとうまくいってた読者モデルとかモデルの仕事がめちゃくちゃうまくいっちゃった。本出すことが決まったり、大きい企業とじゃあコラボで商品作ろうとか、なんかポンポンポンってこう流れが一気に来ちゃって、ただその全然やらなかった自分をその後3年ぐらいは許せなくて、1、2年とか超ダーク時期だった。なんで先生にならなかったんだろう、ほぼアイデンティティにしてたから、親にも申し訳ないし、12、3年前、多分その時ってまだ好きを仕事になんて、あんまり、そういう言葉がなくて、多分好きは好き、好きは趣味で仕事は別みたいな、読者モデルの中でもやっぱりそれはあって、そういう当たり前に縛られて自分を多分何年か自分を責めてて、もっと消えたかったもん、消えたい気持ちをなくすためにめっちゃ仕事して自分を保ってたっていう謎のスパイラルに陥るっていうことがあって、だからこういうモデルがしたいとか商品作りたいとか、それを思ってそれを選んで今があるよりは、どっちかっていうと私は違う道を選んでて、それが違うってなった時に自分が歩いてたところを振り返ったらあったものが今あるって感じで。はぁ、先生どうですか。いや、今の聞いててすごい思ったのが、いい先生になるために器を広げようと思ってめっちゃ広げたら、あれ、ここってスペースこんだけしかないから入れないんだってことに気づくみたいな。そうそうそう、入ったら逆になんかすごく窮屈になっちゃうってことに気づいちゃったってことですよ。そうなんです、まさにそれで、子供は大好きだから、違う角度で自分でできるやり方で教育みたいなところに携わっていったらよくないって思ったんですよ。すごいな。みなちゃんはこういうとこが私得意なのかもってなんか気づいた瞬間みたいなのあります？
へえ。その、ね、それ読書モデルやってて。なんだろうな。私いっぱい分かるよ。リナちゃんはまずね、すごいふんわりしてるイメージだから。こういろんな意味で寄ってくる人がたくさんいると思う。お仕事しようと思う人も含めてね。だけどやっぱ喋るとすごく自信を強く持ってるから、うん、あこの子は簡単には騙されないなとかなんていうただなんか PR しますっていうインフルエンサーじゃなくて、この子ちゃんとプロなんだなっていうのが伝わるから、すごくいいものが毎回出来上がるし、多分りなちゃんの中で意識してるかわかんないけど、ちゃんと明確な物差しがあって、どういうお仕事は受ける、こういう風に受けるみたいなのがあるんじゃないかなって私はすごく付き合ってて思うのね。確かに自分の物差しはすごい大事にしてるかも、うん、ね、それはすごく感じるな。プロ意識っていうのは俺しっくりきたわ。俺確かに喋り方とかめちゃくちゃふんわりしてるけど、うん、むしろ怖って思ってたのよ先生よく言うよね。こっちが好き見せたり、うん、舐めたこと言ったらスパッていくからねっていう感がめちゃくちゃあって、それが今何なのかが分かった。プロ意識なんだ、うん、と思うな。ファッションとか、うん、いわゆるモデルとか美容っていう業界に憧れてる女性ってなんか多いじゃないですか。そうですね、うん、どうやったらそういう商品を作るできるのか、どこまで実行できるのかが、うん、すごい俺は知りたい。どうやってんの。確かに私もイメージがつかない、うん。例えばこれはさ、どうやって出来上がったの。あ、そう、いいね、いいね、うん、これはもともと別の会社があって、そこの会社はいろんな化粧品とか作ってる会社なんですけど、ちゃんとしたラボとか質のいいラボと研究員の方がいるっていうので、うん、ちょっと新しい風を吹かせたいっていうので、うん、なんか私みたいにアイディアがあって、うん、みたいな人を探していって、うんうんうん、でそれであのご縁があって、りなちゃんこういうのあるんだけどどうかなっていうので作ってみようかなみたいな感じだったりとか、なんかあの材料とかまで一緒に決めてたよね。あ、そう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 、それはこういう感じでっていうのをラボの人に伝えて、ね、それだったらこういうのがありますよって掛け算になるように商品を作っていっていて、うん、なんかその自分の SNS だったりこうメディアを持ってたりっていうところが今の私の武器の一つとしてあるから、その中で、うんうん、あ、こういうのあったらいいなとか、他の人もあったらいいなって思うことも一緒にこう巻き取ってパッて作ることができる位置にいるのかもと思って、でもそれは多分ブログとかでずっと前からやっていて、例えばじゃあなんだろうな、この化粧品の向こう側にいろんな人が存在して、うん、関わってね、そう、うん、いろんな工程を経てこれができてるって多分普通に生きてると伝わらなくて、うん、それを生で聞けるから、え、だったらそれってみんなに伝えた方が良くない、うん、って思って、当時はいいじゃんって思って、みんな伝えた方がいいよって言って伝えてみたいなことが積み重なって気づいたら、うん、今のところがいるっていう状態を作って信用があるから、でそれででもだったらできるねっていうことをやっていこうかなって、うん、こういう商品が生まれたりとか、うん、仕事ができたりっていう風にするのかな。なんかりなちゃんとコラボしたいっていう人がすごい後を絶たないのは、りな、うん、ちゃんの発信って嘘がないのね、うん、それ多分気をつけてることだと思うし、うん、私もすごく感じるし、だからりなちゃんがおすすめしてるものって本当いいんだなと思って結構めっちゃ買っちゃう。ありがとう。あと物をおすすめするだけじゃなくて、うん、そのいろんなコラボとかをめちゃくちゃ本当、うん、キティちゃんのようにもうコラボビッチな感じだったんですよ、20代とか特に、うん、すっごいもうめちゃくちゃいろいろコラボしまくってっていう感じだけど、そのブレない自分の中の軸みたいなのがあって、うんうん、商品に関してはそこと私だからできる唯一のその瞬間の一番いいものを作ろうっていうのはもちろんあって、うん、だから同じものはできないし、うん、かつなんかただものを買ってほしいとかだけじゃなくて、うん、あの今って物も情報もめちゃくちゃ世の中に溢れてるじゃないですか、うん、でだからその中で埋もれてしまってる本当にいいものをこう作り取って、それを世の中に伝え直すってことをしたいなってずっと思ってて、コラボにしてもそれをやってるつもりでやっていて、ボールのアンフィさんっていうブランドと何年かコラボさせてもらった時に、なんかワコールって本当に女性の体のことを考えてて、で日本国内で手作業で全て作られてたりとかするんですよ、とか採寸する人とかみんな体を見る人はみんなデザインだよとか、そういうことって別に店頭の人って言わないじゃないですか。でもなんかそれをコラボすることによって私が一緒にこう伝えられるから、それを伝えると家にあるワコールのブラとかは、うん、だから型崩れしにくいんだとか、うん、全部、うん、作られてるんだねって作業でとか、
なんかコラボのものを買ってもらえなくてもデパートで見た時にそっちを手に取ってくれるとか、なるほど、なんかこうブランドが好きになるってことですね。一ファンでもあるんだよね。そう、なんかいいことを伝える、何かを誰かを下げるわけでもなく、うん、プラスしか生まれないから、うん、まあ、すごく昔から人も多分物も宝探しが得意なんで、だからそういうなんか掘り下げて伝え直すってことはすごく向いてて、多分なるほどっていうやつから、なんかこんな感じでやってるから、うん、まあ、反響もあるし、うん、っていうことがあるのかな。もう職業は田中里奈だね。逆に何だろう、その田中里奈には誰もがなれるものなんですか、うん、僕から見たら里奈ちゃんは自分が、あ、いいな、素敵だなって思うことっていうものを、うん、まあ、まさに編集したりとかプロデュースをし直すみたいな、うん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 、で伝えて、あ、こんないいものって実は日本とか世界にあったんだなっていうのをなんか教えてくれる人っていうか、うん、なんかキュレーター兼プロデューサーみたいな。あ、そうですね。ですよね。ちょっとそのキュレーターめっちゃしっくりきました。あ、本当ですか。ありがとう。初めて。キュレーターって感じがすごいするなっていうのも、うん、はい、キュレーターってただ発信するだけじゃなくて、そこにさらになんかちょっと付加価値までつけちゃうみたいな。そうだね、うん、これってでも要は田中里奈ちゃんに対するやっぱり信用、うん、信頼、憧れみたいな、そうなんですね、のを多くの人が持っていないと成り立たないことじゃないですか。で、多分すぐには出来上がるものじゃないよね。長年ずっと積み上げてきたものもあるし、どう、そのさっきおっしゃった私みたいに、うん、他の人もできるのかっていう問いですけど、私はできると思います。うん、